野本さん今日はミツバチですか。今日はミツバチです。あの4年間取れ全く取れてませんので、あの市内の高知市内の某所にですね、まあもうほぼ近く何百メートルは圏内にですね21箱あるんですが、その唯一入ってる隣に入れあのつけて各横取り作戦しようかなと。横取り作戦ですね、5番ダメ作戦ですね。女王バッジこっちへ来い作戦ですね。野村ハニー、これでもう万全ですか。いや万全ですよ、あの万全と思います。小判ザメこっちに来い作戦、こっちに小判ザメこっちに来い作戦、女王バチですね。女王バチが、はい、これをですね、ええ、あのなんちゃって見るのに言ったらですね、ええ、あんな農業でこうたらいいって言うんですよ、うん、これはあの西洋もんですよね。そうです、あの農業で売ってるのは交配用の西洋ミツバチですね。なんか知った顔してさ、日本のもあるぞみたいなこと言ってましたけども、ええ、全くのデタラメということですかね。そうです、日本ミツバチでなければ意味がない。意味がない、そうですね、はいはい、野村ハニーはですね、日本ミツバチで蜂蜜を取る、はい、そうですね、そうですね、日本製ですね、はい、オーストラリア産が一番あまりうまくないですね。中国産でもまだあれだです。日本産をやっぱりちょっと捕獲せないかなと思ってですね、今日はあのあまり広げると場所を特定されるとダメですから。皆さん、あの市内高知市内某所ですからですね、はい、もうこれ以上やられると バレてしまいますので、今日はですねちょっとこう 1,2,3 あそこに入ってるやつと隣に3つ行きました。以上、街録とか街録とかのチャンネルもなんかあるらしいですね。街録チャンネルは3月8日にあります。あ、3月8日、次街録チャンネルで放送してもらって取材が来ましたので、3月8日に多分配信やと思いますよ。なんちゃって水野さんがいないとこう編集が面白くないですね。いや、あいつもちょっと使えませんから、もういりませんよ。ほぼ使えてません最近。もったおったやがましいですからね、はい、まあ、新人も来ましたんで、それではよろしくお願いします。